始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど、私は、スラサタンナ聖書に軟禁されている。賢者たちが創造する新たな神が、私にとって変わろうとしている。仕方なく、私は、この意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。ナヒーダ！ここは、静かね。そういえば、自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に心の声はあるべきなのかしら。私の行いは、すべて正しいの。私は、本当に必要とされていないの。私自身、本当はどう思っているの。ここは、静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ。あなたは誰？誰の声？でも、あなたの言う通り、私はもう、自分の声を無視したくない。あなたが呼び起こしてくれたの？ありがとう。でも、どうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ、私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだか、すごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。